Hey guys, it's Mayu. Welcome or welcome back to my channel. 今日はですね、ちょっと皆さんに盛大なご報告がありましてですね、私たちなんと引っ越しをしました。この動画じゃなくてこの後に出てくる動画で、まあ、詳しく説明はするんですけど、なんと大学を卒業する前にですね、仕事が決まりまして、まあ私のね、仕事の都合で引っ越しすることになりました。前のね、家を売ったり次の家を探したり、こういろいろね、大変なことはすごいあったんで、今ね、ここで全てをお話しすることはちょっと難しいんですけど、ナッシュビルのね、方で持ってたお家を売って、ノックスビル方面に引っ越ししてきました。まぁ、ちょっと、これからね、新しいお家に向かっていくんですけど、新しいお家を紹介する前に、ちょっと前のね、お家の動画を、出る前にね、撮っていたので、それをちょっとここでインサートしておきたいと思います。まあという感じで新しいねお家を紹介していきたいなって思います。はい、ということで今ねお家に着いたところです。昨日正式に前住んでたファミリーが出て、あと私たちがムーブインしたところなので、まあ一通りね歩いて回ったりしたんですけど、皆さんにも新しいニューハウスツアーをねしたいと思います。まず最初にね外見からお見せしたいと思います。じゃじゃーん。外見はね、こんな感じになります。家自体は少し古い2009年に建てられたお家なんですけど、外見はね、レンガになっていて、すごい雰囲気のいいお家になってます。ガレージがね、あって一応車が2台入るようになってます。で、まあガレージ特にねエキサイティングなことはないので、ここが外ね、行き来できるドアになってて、ここが少しね小さいなんかストレッジユニットみたいな感じになってて、この、ね、タンクがあります。あとね屋根裏しまえるところがここにもあって、この右手にねお家につながるドアになってます。はい、ということで一回ちょっと玄関に回って戻ってきたんですけど、ここがねフロントポーチと玄関になります。ここにね将来はなんか椅子とかテーブルとか置いて、あとここにウェルカムっていうサインも欲しいし、友達とフェイスタイムした時にここになんだっけ、なんかスイング、なんかチェア、椅子をこう屋根から引っ掛けてこうブラブラするブランコみたいな椅子をつけたら可愛いんじゃないとか言ってたんで、まあ、ちょっとそれもね考えたいなと思ってるんですけど、まあこの屋根がどれぐらい重量 OK なのかわかんないので、まあ、この辺はね後でデコレーションしていきたいなって思います。で、まあ、ここが玄関なんですけど、ここを入るとダラーン、玄関入ってすぐリビングになります。でハイシーリングなのですっごいねルーミーな感じのリビングルームとキッチンダイニングになってます。Hey guys, welcome to my channel. I made an accident. I broke a jaw. I'm sorry. We're gonna put this guy in his new home. I literally just cried.
I、was carrying a bag and I dropped it on it. This is our backyard. This is the thing. Luckily, Choco already dug a hole, so I'm just gonna put it in the hole.Yeah. はい、ということで少しアクシデントもあったんですけど Say sorry again. I'm sorry. I already said I'm sorry though. I'm really sorry. Do you want to start argument again? No. House tour. はい、ということでここね、一個だけアクセントウォールみたいな感じでなんか緑色ブルーなんか緑とブルーの間みたいな色なんですけど、まあこれはね後々色をね塗り直していきたいなって思います。こっち左側にこれ多分本当のファイアープレイスじゃないとは思うんですけど、前の人が使っていたそうです。で契約上では壁についているものは全て私たちに受け渡すっていう条件なので、これはねいただく形になりました。こんな感じで今ね TV が55インチのものなんですけど、後々ね大きい TV にアップグレードしていきたいなと思ってます。であと前住んでいた奥さんがすごい親切でこの椅子をね全部置いて帰ってくれました。リビングの奥進んでいくとここが多分ダイニングのスペースになるんじゃないかなと思います。ちょっと逆光ですごい暗く画面には見えてると思うんですけど、スペース的にはこんな感じです。違うアングルから見るとダイニングはねこんな感じになります。長方形のテーブルで椅子をちょっとね並べればいい感じになるんじゃないかなと思ってます。でこの電気もね前の人が置いて帰ってくれたものなので、もうねぜひ使わせてもらおうかなと思います。でダイニングとキッチン の, シーリングが少しこう浮き上がっている感じで、ここもねちょっとスペーシャスな感じになってます。ダイニングの目の前にあるのが、まあ、キッチンです。ちょっといろんなものがねいろんなところにあるんですけど、キッチンはねこんな感じになってます。もうこれがねザ・アメリカだなって思うことがあるんですけど、ちょっとめっちゃ汚いんで開けたくないんですけど、これ外から見てわかりますかね、このやばい感じ。これで次のハウスオーナーに受け渡すってすごくないですか。今日が5月30日なんですけど、5月30日までに家を受け渡すっていう契約だったんですよ。で昨日すごいねお掃除とか最終でしてたんですけど結果こんな感じですね。日本で家買ったことないし、アパートとかにも自分で借りて住んだことないのでわかんないんですけど、これってちょっとやばくないですか。ちょっと電子レンジも確認してみようかな。あ、電子レンジ新しくない？これ新しい。 Jake, the microwave is new.Oh, that's cool. Brand new です。 Nice. Brand new. もう一個、って思ったことがあったのが、私たちがね、昨日来た時は、ここにもう一個こう蛇口があって、フィルターがついてて、飲み水が出てくる、蛇口があったんですよ。お掃除とかしてたんで邪魔もしたくないなと思ってこう外ね歩き回ってたり、街の方にね出て行ってちょっとブラブラしたりとかしてたんですけど、お家に帰ってくるとねこれなくなってたんですよ。え、これってここにつけとくべきじゃないって思ったんですけど、もうね家族もムーブアウトしちゃって、蛇口もねもうないんで、今んとここんな感じです。本当に穴が開いててなんかすっごい不格好なんですけど、え、これってもともとある穴だから置いとくべきじゃなかったのかなとか思うんですけど、ちょっと不思議ですよね。でもまあシンクはこんな感じです。食洗機ですね。なんかもうここもねすっごい汚いんで
もう後々掃除していこうかなと思います。まあキッチンはこんな感じですかね。はい、じゃあムーブオンしていきたいと思います。でこの家はですね、4つベッドルームがあってシャワートイレが2つあるっていう形になってます。1つがねマスターベッドルームで、3つがスペアルームみたいな感じですね。普通のベッドルームになってます。1つのバスルームがあのマスターベッドルームの方についてて、もう1つがねあの3つの部屋を共有するようになってます。でまずね1つ目のベッドルームからね紹介したいと思います。ここがベッドルームナンバーワンっていう形になってます。ここの部屋はクローゼットが2つついてます。普通のクローゼットの大きさなので全然使えるかなって思います。結構スペーシャスです。そしてベッドルーム1を抜けていくと右手にシャワーバスルーム1っていう感じですかね。まあシャワーはこんな感じでトイレがあって、シンクがね2個ある感じになってます。でここにもう一つ収納があるので、ここにねタオルとかいろいろ置けるなと思って、このねあの収納はすごいいいなって思います。あのバスルームから出てそのまま進んでいくとベッドルームナンバー2っていう感じになります。前の人がねシャンデリアそのまま残していってるんですけど、前のね家族が子供3人いて、でもう全部ね全部のベッドルームが子供部屋なのですごい可愛い感じにデコレーションされてたんですけど、壁にねついてるものは残さなきゃいけないっていう契約なので、このシャンデリアね残して帰ってます。まあこれはねちょっと自分のスタイルじゃないので後々変えていきたいなと思います。でリビングを進んでいって、ダイニングの隣にあるのがもう一つのベッドルームになってます。ここはね将来ジェイクのオフィスになる予定です。はい、じゃあマスターの方に進んでいきたいと思います。こっちの方に進んでいくと、まず最初にこっちがねクローゼットになってます。ここもね結構スペーシャスなので、普通に掃除機とかなんかコートとかね吊るしたりとか、なんかいろんなものをねここに収納できるかなって思います。でこの右手にあるのがランドリールームになります。ここにねウォッシャーとドライヤーがそのまま入ってくると思うので、ここのねなんかキャビネットがいいのか悪いのかちょっと分かんなくて、ここにあるのにその上にまた戸棚があるので、これがねどうなのかちょっとよく分かんないんですけど、まあ、ちょっと使ってみて使い勝手悪かったらまたちょっとずつねハウスプロジェクトっていう感じでいろいろ変えていきたいなって思います。でまあこのランドリールームのまたその右手にあるのがマスターベッドルームになります。でここのマスターベッドルームはちょっと特殊で、この目の前に見えてるのがシッティングエリアっていうらしくって、ここがねなんかよくわかんないスペースになってます。でなんかその前住んでた家族とかはここにちょっとしたねテーブルを置いたりとか、ここにねカウチちっちゃい椅子があったりとか、こういい感じにあの活用してたので、私もちょっと Pinterest で見ていろいろねアイディアを探していきたいなと思ってるんですけど、まあここをすり抜けていくとメインのベッドルームエリアになります。前住んでた家のマスターより断然広いので、かなりねお家アップグレードになってます。でマスターベッドルームもあのシーリングがちょっとねこうくぼんでる感じでデザインされてるので、なんかさらにねスペーシャスな感じになってます。メインのベッドルームから左手にあのバスルームがあります。一番最初にシャワールームがあって、ここにね1個クローゼットがあります。クローゼット1ですね。でジャグジー付きの、バスタブですね。バスタブがあって、ここにもクローゼットナンバー2があります。結構大きいのでジェイクと私で1個ずつ使い分けたいなと思います。でここにトイレがあって鏡っていう感じになります。ここもねシンクが2つあるので、まあ、多分こっちがね多分奥さんサイドだったんだと思います。こっちにねあのついてるので、多分ここでねなんか化粧品だったりとかこういろいろ置いてたんじゃないかなって思うんですけど、まあこんな感じになります。
で、多分前の人忘れてるんですけど、ここにね一個鏡ついてるので、まあラッキーっていう感じですかね。最後にバックヤードお見せしたいと思います。ちょっとね見えてるとは思うんですけど、じゃじゃーん、すごいのどかなところになってます。はい、という感じで、これがね私たちのニューハウストゥアーになります。前の動画でも報告したとは思うんですけど、大学をね卒業したので、これからは学生の立場ではなくなってはしまうんですけど、 So I think the future videos will include the house project. So the first thing we are going to do is painting. We were thinking to do it by ourselves, but I'm actually starting my job tomorrow. We don't have enough time. It's really tough, and I have been really overwhelmed, stressed, and you know, it's just a lot. So I think we are hiring someone to paint whole house, including garage. Also tomorrow we are having our like stuff inside of the house, like everything in the house. We are having the moving company to bring all the stuff from the old house. まあそんな感じなんで、まあこれからねちょっと大変なことはいろいろあるんですけど、ちょっとずつね、なんかシリーズ化っていうわけじゃないけど、なんかこうお家をこうアップデートしていく感じで、こう動画もねいろいろ作っていきたいなとは思ってるので、まあもしね気になる方がいれば、まあ、楽しみにしててもらえばいいかなって思います。 So I think that's about it. But thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed it. If you guys like this video, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye. Every time.